2から高めを捉えてきました。左中間です。バレンティンが1塁を蹴って2塁へ向かっています。ボールを返しますが、これは楽々最後はツーベース。バレンティン一軍昇格後は2安打目。ツーストライクと追い込んでからちょっと時間かかって、最終的にちょっと高めにボールが行ってしまいました。ニール、まあ、決めきれなかったっていうところですよね。最後こうツーボールツーストライクから、あ、まあ、真ん中高めに入ってきたんですけど、まあ、バレンティン選手も決して状態が最初が大事ですから、はい、高めライダーです。レフト頭上を沿ってフェンス直撃。バレンティンは一塁蹴って二塁に向かいます。またまた二塁だ。2打席連続のツーベース。今度は、まあ、強い当たりがフェンス直撃です。もう少し角度がついたら一発というところでした。モデル1000安打まであと6投なっています。ワンツーからちょっとリラックスし始めているかもしれない。